小賀の道夫は、鎌倉時代中期、後期の苦行。中野院大常大臣とゴース。十一位大常大臣。父は内大臣、小賀の道元、母は、県大納言。姉が孔子県朝の娘。子には、長男小賀の長道、次男、小賀の道貞がいる。以下、苦行部人、孫卑文脈、その太歴、花園天皇新記の記事に従って記述する。 岡野智彦が指摘しているように、晩年に生まれた通り帝を偏愛した道夫は、長男の長通を偽絶して、家督を通帝に譲ろうとしていたようである。例えば延教4年2月23日の不産苦行の、名を、当院金方が列記している中に長通の名があり、そこに、父道夫に偽絶されたという風文がある、と書かれている。また、 花園天皇新規現行3年9月29日の上には蝶通が大納言に官任したことについて不審に思うという記事がある。同時代の証言が残されていることから、道夫が蝶通を議決したのは事実のようである。しかし、直上により蝶通が大納言に官任し、元徳2年2月26日に蝶通が内大臣に就任すると同時に通定が、 県中納言を辞し、県務2年8月2日には通帝が出家して、小賀野家家徳は、超通とその即難である通り将に伝えられることになったのである。岡野智彦の指摘、また、小賀野家文書によれば道てるは、晩年の皇室であるサイレンに、所領の大半を譲る措置をしたため、道てる没後に一族に所領をめぐる内紛が発生した。サイレンの出が不明なことから、 決して出自が高くなく後ろ立てのない皇室と書生の子供たちの行く末を案じた可能性がある。道代が通帝に家督を譲ろうとしたことも同様の背景を推察できる。また、源の諸妻以来、村上源氏の中で賛議を経ずに、県中名護に直任されたのは鎌倉時代末までに道手と道代だけである。道手は、新古今和歌集入り首歌人中最年少であったし、 道夫は、村上原氏では道てるに続いて二人目の二位中将に、認じられている。これらの点から、道てると道夫が、特権意識を抱いて、所領問題を処理しようとした可能性は捨てきれない。ありがとうございます。